はい、お疲れ様です。今日はですね、午前中ちょっとね、仕事がね、緩いんで、大型の引きずりのやつ、オートマチック、オートマです。なんかでも一応クラッチついてるんだよな、これね。クラッチついてますけど、これを、ディーラーに持って行って、ちょっと修理の依頼をして、見てもらって帰ってくる。で、その後、いつも通りの、自分の車と。いう感じで乗っていきたいんで、ちょっと大型乗っていくのレポートしていきたいと思います。完全2ペダル、一応クラッチついてるんですけど2ペダルなんでね、ちょっとねなかなか経験することないんで撮影させてもらっちゃいます。それでは行ってきます。はい、じゃあちょっとね運転席側を映していきます。ちょっとね実は怖いんですよあまりね大型を普段乗らないくなっちゃったんで、これでもね大型の経験12、3年あるんですけどね。よいしょ。ハンドルの位置もあんま変えたくないんだけど、まあ人の位置だからね、ちょっと慣れないところもあるかな。ね。で、クラッチャー切らなくていいんだよな。で、ドライブに入れて、じゃあちょっと出していきます。で、ケツ振っちゃうといけないんで、ゆっくり出ます。よいしょ。こんな感じかな。よいしょ。ケツ振りが怖いんですよね。過去に自分も大型乗っていたのでケツ振りの事故なんつうものも、経験したことありますけど、やっぱりちょっと怖いな怖いな。で、オートマ怖えな。出ましたね。隣止まってんのね UD の新車なのね、これね。ぶつけたらシャレになんないだろう。ケツ買ったんだろうな。感覚はまだ大丈夫だと思うんだけど、これでよいしょと。怖え怖えよいしょ、なんとか止めてる場所出せました。よいしょ。あとブレーキの感覚タッチがやっぱ怖いな、オートマ。あー、おっかないですね。あとケツがすごい怖いです。ねえ、あのトレーラー乗ってる人は分かると思いますけど、これ大型乗り換えるとすごいケツが怖いです。あ、ちょっと待って、レジタコはいろいろ怖いんで、こんな感じで送りハンドルもしちゃいます。この間話しましたけどね。いやー怖いわ。でやっぱり膨れちゃいますね。インガー攻めらんない。今うちの会社クランクになってるんですけど、こういうクランクするんですけど、どうもやっぱインガー攻めらんないな。大回りになっちゃうな。信号が変わったんで、来た、ニュートラルになってる。ドライブ入ったな。よし、出ていこうと思います。していかなくていいのかな。ケツ振りがとにかく怖くてね。よいしょ。なし、心臓バクバクです。でも考えたらあれだよね、これで前長距離引きずりで走ってたんだからね、俺もね。そう考えると一時期、あー、このギアのつながり方が楽だけど気持ち悪いね、1500回転以上回るとあれになっちゃうんで、5500回転回らないようになってますけど、なんだ今8段までギア入りますので、これ何速なんだ、12速、それとも16速、そこも分かってないみたいなね。どうなんだ、あと坂道の補助もついてると思うんだけどね、入るのかなこれな。あ、入った。入りました。で、坂道の方入ってんで、スタートはこれだけ。あ、でもこれだったらあれだね、前進して運転する分には多分本当にマニュアル車乗ったことない人でも運転できるかもしれないな。もう感覚乗用車感覚ですね。今10速で今50キロ。11速、何速まであるんだろう14段ぐらいあるのかな。ちょっと俺も詳しいこと分かんないですけどね。ちょっと心臓バクバクで乗ってますでちょっとね、あのきつい交差点も曲がらなきゃいけないんで、あと一番問題なのはその
ディーラーに行って、うわー、止まらない、止まらない、怖い、ちょっと停線出ちゃった。ダメだな、これ。オートマのこれ特有ですね、あれが入ってないんだ。これ入ってないんだ。ちょっとごめんなさいね、停線減らすのこと。まあ、これはね、右折関係ない、歩行者のあれで横断歩道もかかってないんで、あれですけど、これ、オートマ、怖いわ、慣れないと。マニュアルだとね、クラッチの関係はスパッとクラッチ切ってポーンとブレーキ組めばいいから、ギア切れるんでね、ピタッと狙い通り止められるんですけど、ちょっと慣れないと止めらんない、これ怖い。ちょっと次ちゃんと停線止めようね、自分で停線なくってるから。こうなんつったらいいのかな、こう踏んでこうピタッと止まる感じじゃなくて、こうグッグッグッと押し出すような感じがありますね、これね。手前からきちっと踏んでいかないとあれだな、これな。まあ慣れればもちろんね、決めた通りに止められないと話にならないんで止められるんですけど、慣れないとやっぱあれだね。よいしょ、いけません、停線きちっと止まりましょう。そんなね、偉そうなこと、ね、自分は止まらなきゃ意味ないんで。でも怖いな、ちょっと花火が走ってますけど、狭めの交差点、無接です。いやー、心臓バクバクだいや、久しぶりの大型なのもあるし、オートマなのもあって、ちょっと心臓バクバクですね、これ。修理工場どうなんだろう、これバックして入れるのかな、怖いな。どうも、ラインもちょっと大回りですね。インに寄せていけばいいんですけど、大型とこうなっちゃってるんですね、曲がり方がね。どうなんだかね。うわ、今ちょっとね、修理工場行ってきました。入るのにちょっとバックでね、まあダメですね。とっさにね、こう通路があってこう入んなきゃいけないんだけど、だから単純に考えれば右に切ればいいんですけど、とっさに左切ってお尻が反対向いて泡食ったみたいなところありましたけどね、ちょっとびっくりしちゃいましたけど、ダメですね、そういうところね。まあまあしょうがないですね、普段乗り慣れてないですからね。まあでも乗用車とかスッと乗れるからあれなんですけどね、なんとも言えないんですけど。ああ、びっくりしたちょっと赤っ端返っちゃいましたね、真っ赤な感じでまああとは修理工場ちょっと見てもらって、あとは後日修理ということなんで車庫に帰ります。やっぱりね、バックがドキドキでしたね。また車庫に帰ったらちょっとバックするんで、ちょっとそこもちょっと撮影しようと思うんですけど、はい、じゃあこれで信号変わりました。左折ですね。ちょっとお参りしよう、怖いあー、やっぱり全然ラインから離れちゃってる。もうちょっと攻め込んでもいいんだな。こんな感じでございまして、ちょっと乗ってみてね。まあ、真っ直ぐ走ってる分には楽ですよね。なんでまあ多分長距離なんかやられてる方は多分楽だと思います。でこれでね、オートクルーズで確かこの車は坂道なんか減速するとギアもね、ガチャッガチャって変えてくれるみたいなんで、そう考えると楽ですけど、ただまあああいうところ走るのがやっぱりまあ感覚的に慣れてないから久しぶりなんでおっかないですね。結構これでもくちゃべって話してます。結構ね走ってますけどね、結構心臓バクバクです会社帰って血圧上がったら高いんだろうなこれがまああれですね、感覚的にはね、左右の感覚的にはやっぱり幅的にはトレーラーと変わんないんでね。であと前進してる時っていうのはトレーラーも基本的に右や右左や左なんで変わんないんで、前進でこうやって走ってる分にはそんなにストレス感じないですよ。ただまあ狭いところとかバックだとか、そうするとやっぱりこう緊張してこう血圧がブワーッと上がるみたいなね、こんなところありますよね。まあ慣れればなんでしょうけどね。多分 2,3 日乗れば通常に、まあ1日丸1日乗ればあれかな、感覚取り戻してくるのかな。ただまあなんかの時に一瞬の時はハンドル逆に切っちゃうとか、そういうのは
しばらく出ちゃうんでしょうね。なんかそんなような気はします。うん、今もちょっと、ね、ハンドルが来てちょっとパニクっちゃいます。あれと思って思う方に下がっていかないみたいな。逆にだからトレーラーね、大型からトレーラー乗り換える方はやっぱり思う方向に下がっていかないって言ってこうねパニックになっちゃうっていうのはあると思いますよね。やっぱねある程度ね大型乗っかってるとこう大型のコントロールの仕方っていうのは分かってますから、そうするとその通りじゃないわけですからね。トレーラーも逆にハンドル切らなきゃいけないわけですから、それは分からなくもないな。やっぱな、うん、まあでもそう考えるとね、まあ、どちらかといえばね、あのハンドルの切る方向とかそれは乗用車に近い、まあ、乗用車とまた違うんですけどね、今乗ってて思ったんだけど、例えばね、極端に大回りしてしまうとかね、バックするときにね、やっぱりこう方向定まらないとかね、車とか、まあまあまあバイク、まあ、自分もバイクも、まあ、一応免許持ってますし、バイクにしても車にしても、まあ一番分かりやすいとフォークリフトなんかそうですよね。あの自分でコントロールできると安心して使えるんですけど、やっぱりコントロールできないとおっかなく感じますからね。こっちの方が4号車あれと思ってるな、これが乗ってて、ね、ある程度コントロールできれば安心して運転できるけど、コントロールできないとやっぱ不安につながりますからね。もう道間口狭いな、怖いな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 大回りになっちゃってるあとはちょっと一番難もバックして車庫に入れなければいけないのがあるんですけどね。で、ね、トレーラーと違ってね、左バックミラーで見えるもんね。あれなんですけど、結構でも心臓バクバクです。なんで俺前そこに止めちゃったんだろうな、車にバカみたいって思ってるんですけど、でもこれで左でこうやって入れるんだよな。よいしょ、よし、じゃあちょっとバックしてきますね。これでバックギア入る、曲がる方向だよな、曲がる方向だよな、曲がる方向。これでぶつけたら怒られるんだろうな、お前何やってんだっつってね。あーでも意外とあれだな、あーなるほどね、あーこの感覚この感覚、そう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 、意外とね左バックが楽なんですよ。そうミラーで見えてるから、あーそう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 、その感覚こう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 。ちょっとでもね、そうはいつあんまカスカスだと怖いな、ちょっと前出す、よいしょ、ミラーが出っ張ってる分はちょっと見えないからあれだけど、少しこれでちょこっとよいしょで外に膨らませばいいのかな。頭パニックしてない、頭パニックしてない、違う違う違う、寄せすぎダメだってね、こういうところが、あの微調整がね、やっぱね瞬時に判断することがどうしてもね遅れてしまうんですよね。とこうでこのままでいいんだよな、ここじゃ切れちゃうんだよな、こうだな、少し外に逃がしたいからこうして、でこれで左側に切り込んでいけばいいのかあ、そうそうそう、オッケー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 、あ、これでいけるな、オッケーオッケーオッケー。あとは窓を開けて少しこういう感じでね、あーでもさっき止めてるとすげー寄ってるって感じがしたんだけど、そうでもないんだな。あーはー、なるほど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 。で右側ね、今あのトラック出てってるんで、でもこれトラックの状態だときついよな。あ、ミラーが怖え、ミラー当てそう。今のトラックのミラーっていろんなもんがついてるから、熱線とか入ってるから、もし割っちゃうとね、昔だったら 2,3 千円で済んだのがいい値段しちゃうんだよね。これでいいのかな。線どこだ、線どこだ、ここか。よくみんなミラーバックでできるよね大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫なんだけど、頭がトレーラーのなんで
なんとか言ったからぶつけてねえだろうな左な。大丈夫だよな、みんな変わってあれしてねえよな、ぶつけてねえよな。ダメだよ、隣新車ですからね、まだ納車されて半年経ってないんだよな、あの車かな、車輪になりません。はぁ、あ、なんとか帰ってきました。まあね、オートマは楽ですけど、やっぱりバックとかがまだ感覚的に久しぶりすぎて戻ってないところがちょっと厳しいところありますけどね。まあこんな感じでちょっと大型乗ってきました。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になってんのか、まあ参考になったと思う方は動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まあね、たまにこういうことありますんでね、大型乗ったりとかね、そういう時もまたね、こんな感じでね動画撮影していきたいと思いますんでよろしくお願いします。この後運転される方安全運転でよろしくお願いします。それではお疲れ様です。疲れた、お疲れ様です。